蘇川二郎11月11日から1963年6月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身。蘇川孝一の次男として生まれる。広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1911年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月。 不評少位に任官し不評代57連隊付となる。1921年11月、陸軍大学校を優等で卒業し不評代57連隊中隊長となる。1922年12月、陸軍省軍務局付勤務となり、以後、軍務局会員、フランス駐在、陸軍兵器本省付陸大教官などを経て、 1931年12月から1933年9月まで、ジュネーブ軍縮会議に出張。帰国後、陸大教官、参謀本部課長、不評第一連隊長などを歴任。1938年7月、陸軍少将に進級し、この F 票、第二旅団長となる。1939年8月、中止な派遣憲兵隊司令官に就任し、 日中戦争に出生。1941年3月、陸軍中将に進み、第十師団長に親保され、満州に駐屯した。1944年1月、第六軍司令官に就任し、甲州で終戦を迎えた。1948年8月に復員。ありがとうございます。